こんにちは。えー、っと、今日はね、えー、久しぶりに、また、フィリピンのね、旅行の話をしたいと思っております。で今今回のテーマはですね、どの飛行機に乗って旅行するか、ということなんですよね。えー、で、えー、っと、正直、行き品はね、そんなに気にすることないというか、まあ飛行機に乗って行って、 ね、あの飛行、飛行場から出て、まあ、好きなとこ行くだけなんで、そんなに考えることはないと思うんですけど、帰りはね、えー、っと、どのターミナルから帰るかで、あの、ちょっとね、楽しさがいろいろ変わってくると思うんで、その辺を考えてみたいと思います。でね、まず最初に、ちょっと、えー、っと、一言だけ言っときたいのが、えー、っと、エアアジア。エアアジアは、あの、できるだけ避けてください。 はい。はっきり言ってちょっとおすすめできないんです。っていうのが、私ね、あの、個人的な経験で、ちょっとトラブルになったことがありまして、まあ、なったというか、今もトラブル継続中なんですけど、あの、かなりね、まあ、不誠実というか、トラブルにならなければね、別にいいんですけど、トラブルになってしまうとちょっと、あの、これ大変だぞ、ということがありますんで、ここからね、ちょっと後半でお話ししたいと思います。 はい。で、えっとね、まあ、飛行機会社ね、えっと、いろいろあるんですけど、もちろん、えっと、フィリピンエアラインズ。で、まあ、JAL、ANA があって、あと LCC ですね。えっと、セブパシフィック、ジェットスター、えっと、エアアジア。で、えー、今、成田からだったら、ジップエアというのがありますね。はい。あるんですけど、えっとね、 まあ、結論、結論を言うとばっかり言ってますけど、結論を言うと、えっと、リシ帰り品。リシナは、ターミナル3をご利用いただきたいんです。え、ターミナル3はね、結構楽しいターミナルなんですよ。うん。で、その、何階なのかな、えっと、カウンターがあるフロアの1個上にね、えっと、レストランがいっぱいあったりして、んで、 そのマッサージ屋さんだったりとか。で、私が好きなレストランがあってね、そこはね、まあ探してもらいたいんですけど、ちょっと名前忘れたけど、あの、どうですか日本で言うおにぎらずって言うんですかね。おにぎらずですかそのご飯とおかずが一体化したものをバナナの皮にキュッとくるんでね、出してくれるんですよ。でこのバナナの皮をパッと開いたら、ポロッとこう、 ご飯が出てくるっていうね、めっちゃいい感じのね、ご飯屋さんがターミナル3にあるんですよ。うん。そこにね、いつも行くんですよね。で、ティラピアを頼むんですけど、魚がこう乗ってて、それがこう葉っぱにくるんで出てくるっていうね、めっちゃいいんですよ。で、あとね、えー、マッサージ屋さんもあります。はい。もちろんね、あの、市内のね、安いマッサージ屋さんに比べたら結構高いんですけど、もしね、帰りちょっと、あ、ペソが余ってるな、 っていうのもいいと思うんですよね。はい。うん。でもちろん、その、イミグレ入った後もね、お土産屋さんとか、結構あるんですよで。食べ物屋さんもあるし、もう、まあ、ほんとね、<laughs> あの、いい感じなんですよ。うん。で、お土産屋さんもね、こういうね、私、これ好きなんですけど、こういう財布、うん、こういうちょっと民芸品っぽいお財布とかね、 あの、門とか、もう、ちょこっと、あの、結構売ってます。うん。とかでね、その空港の中で、その旅行の最後まで、なんか、旅行気分を楽しめるというか、そういう感じでね、いいんですよ、ターミナル3は。ということで、ターミナル3を使う航空会社ですね。で、特に帰り、あ、まあ、となるとですね、ジェットスターと、 セブパシフィックがターミナル3です。はい。ということですね。で特に帰り。<laughs> 帰りはそのジェットスターかセブパシフィックを利用するのがいいんじゃないかということなんですけど、で、そのターミナル3を楽しむためにはですね、ですね。えー、っと、あんまり極端なが朝早いとか、夜遅いとかでも、 困るよね、ということなんですけど、となるとですね、えっ、ー、と、まあ、帰りだけですよ。これは帰りだけですけど、成田の場合、マニラから成田、えっ、ー、と、1時45分というのがあります。昼の1時45分。これいいですよね。いいですよね。だから、あと、えっ、ー、と、関空、成田関空の場合、えー、2時、昼の2時っていうのがあります。 というのはあ、ごめんなさい。これは、えー、っと、セブパシフィックです。セブパシフィック、えー、の昼の2時ぐらいの便が、成田と関空行きはあるということなんです。はい。名古屋になるとちょっとないです。朝早いです。えー、ですね。はい。ということになるんです。はい。だから、少なくとも、成田行き、 大阪行きの帰りの便は、その2時前後の、昼の2時前後のセブパシフィックの便を取りましょう。これも決まりなんです。はい、まあ、行きはね、別にどれでもいい,いいですね。うん。だから、まあ、あの、極端な時間を避けたら、えー、いいと思います。ジェットスターのね、関空発、えー、1時20分昼のっていうのもありますし、まあ、これジェットスターね。 で、成田だったら、えセ、ー、ブパシフィックの12時40分というのがありますね。もういいんじゃないですか昼、昼前後ね。ほんで、夕方向こう着いて、まあ、ちょっと夜ご飯食べて、まあ、カラオケ行くんやったらカラオケ行ってみたいなね。うん。まあとか、ちょっと夜あのおしゃれなクラブ行ってとか。うんで、まあ、ホテル寝るとか。まあそう、そういう感じでもいいですよね。うん。と思います。ジップエアだったら、まあ。 到着、まあターミナル2ですけど、到着は別に構わないと思うんで、じゃあ、ターミナル1から、ジペアごめんなさい、ターミナル1。ジペアターミナル1ですけど、まあ、到着便はね、別にそんなに気にすることないし、あの、ターミナルはターミナル1で、ちょっとね、古いんですけど、あの、雰囲気はいいです。うん。昔はちょっと柄、まあ、柄悪いとかあったけど、それも、 あの、帰りに行かない限り、別にそんなひどい目には合わないと思います。私あの、ターミナル1で、なんからね、ちょっと、あのー、空港職員に恐喝されたこととか、結構あるんですけど、はい。その、行きは大丈夫だと思います。で、出た感じもね、空港から出た感じも、ターミナル1いいんで、ジップエア、だから行きはジップエアいいんじゃないですか成田の人。朝9時頃です。うん。 朝の9時頃ですかまあ、ちょっと早いですけど。えー、でも昼過ぎについて遊べますからね。はい。まあそんな感じで。まあ、寛容なのは帰りですね。帰りターミナル3の、あの、昼前後の便に乗って帰るっていうのが、まあ、いいと思うんですよ。はい。えー、ならセブパシフィックで帰ると。成田のと、えー、っと、関空に帰る人は、帰り、 セブンパシフィックで帰る。何度も言いますよ。これですね。で、ホテル出て、チェックアウトして、もうすぐ空港行って、で、空港で遊ぶと、いうふうに考えてください。はい。まあ、名古屋の人はちょっときついですね。はい、ごめんなさい。ということで、えっ、ー、と、そういうね、ちょっとターミナルということからね、えっと、どの飛行機に乗るかというのを、えっと、考えてみました。 まあ、値段はね、いろいろあると思うんですけれども、えー、まあ、まあ、そんなね、あの、変わらないと思います。正直、変わらないというか、あの、変わるって言ってもね、数千円ぐらいだと思うんですよ。あの、ほんで、どっちが安い、どっちが高い、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、それよりもね、そのエクスペリエンスを、経験ね、その、まあ、あの、まあ、余裕を、心の余裕を持って旅行を楽しめる、あの、 ターミナルはどこなのかということですね。だから昼の2時頃だったら本当にホテルを出て、すぐターミナル行って、何回かちょっと遊んで、飛行機に乗って帰るっていうのは、まあ、いいと思いますね。でね、ただね、えっと、セブパシフィックね、僕の印象ですけど、えっとね、登場ゲートが結構変わります。はい。特にね、その、まあ、飛行場で遊ぼうと思って、 早くに飛行場へ行って、で、そのカウンターでね、ゲート行く、な、何々ですって聞いて、早くに入った場合は、あの、ゲートが変わる可能性が結構ありますから、それだけは注意してください。あの、僕も、あの、すごい呼び出されたこととか、あのラストコールに引っかかったりとか、いう経験もありますから、あのそのゲートが変わることだけは気にしてください。 はい。そのエアアジアなんですけど、あの、ちょっとね、私、2022年の6月ですかね。6月に、マニラから帰ってくる便が欠航になったんですよ。はい。欠航になりまして、えっと、 それはね、まあそ、ちょっとね、コロナ禍の終わりかけの頃だって、ややこしい時期だったんで、まあ、結婚になったこと自体はね、しょうがないと思うんですけど、一応その代金を、あの、返金するという話になってるんです。うん。それはなってるんですよ。でね、その <laughs>、あの、返金をしてくれって言うんですけど、あの、 スルスルって言ってし,してこないんですよ。要するに。<laughs> はい。とにかく。うん。スルスルって言って、してきません。でね、なんかね、えー、タイのエアアジア X の人たちはなんか救済されたみたいなんですね。なんか特別に。うん。ただ、その、えー、マニラ、えー、その時の、えー フィリピンの便とか、まあ、あと他ね、あの、いろいろ結構僕なんかま、一人でね、正直言ってまあ、あの、代金が2万円ぐらいなんで、まあ、こうやって笑ってられるんですけど、やっぱりね、ご家族でちょっと複雑な、あの、旅行を組んではった方とかは結構数十万とかね、あの、やられてるみたいで。で、えっと、これはね、ちょっと実は問題になってるというか、 ま、ああの、あんまり声が取り上げられてないですけど、あの、ブッキングドットコムじゃないですけど、ああいう感じですよね、はっきり言って。うん、旅行に関するちょっと、割と広範囲なトラブルの例になっておりまして、だからエアアジアのね、フェイスブックページとか見ていただいたら、もうすごいですよ。金返せコールが、あの、 ずーっと続いてます。ほんで、まあ、その日本人の人で言ってる人もいるし、その外人ね、英語でバーっとね、もう、Facebook は多分結構きついと思いますね,ね。そういう感じでね、その、僕もずーっと交渉はしてるというか、一応途切れなくね、返してくれっていうのは、あのメールで送るんです。ほんなら、返します。 とかね。<laughs> 優先して処理しますとかね。そういうのが来るんですけど、全く帰ってこないです。はい。うん。なんか中には帰ってきたっていう人もいるんですけど、僕の場合は全然ダメで。で、そのなんかね、某かなんかいう AI のキャラクターもいるんですよ。なんか男の人のね。うん。それもね、もう全然使えないです。はい。 <laughs> あの、もうお話にならないっていう感じで。だからまあ、エアアジアね、そのトラブルにさえならなければ、なんかいい感じだとは思うんですけど、ええ、あのー、トラブルになってしまうとね、ちょっとこれはね、あの、困ったなという感じです。でね、あと、えっとね、セブパシフィック、セブパシフィックはね、ええー、ちょっと今ないか。 今ちょっと手元にパッとは出てこないんですけど、機内誌があるんですよ。セブンパシフィックのね、機内誌。昔はね、各社あったんですけど、どんどんなくなってしまって、で、セブンパシフィックの機内誌、まあれ、ね、持って帰れるんですけど、にね、結構ね、その面白い記事、そのフィリピンの、あの、いろんなお祭りの記事とか、こういうとこ行ったよとか、ああいうとこ行ったよとか、あのー、そういう話もね、 あの、結構情報がね、面白いんですよ。うん。そういう意味でもね、スーパーシフィック、まあ、いいなと、えー、っと、思っております。もちろんね、あの、フィリピン国内、えー、飛行機にね、乗られる方はもうね、あの、何かとその、スーパシフィックに乗ることも多いと思うんですけど、もちろん、あの、まあ、遅延が多いとかね、あの、そういう話があって、 行ったりもするんですけど、まあ、あの、セブパシフィック、あの、いいんじゃないかなと、はい、<laughs> 思っております。だからまあ、えー、と、行きか帰りのどちらかで、セ、え、ブ、ー、パシフィックに乗られることもあるでしょうと。成田の人なんかね、えっ、ー、と、セブ直行便も、 今も飛んでるみたいなんで。ええ、で、韓国はね、今ないんですよね。セブ直行便がね。まあ、そういうのちょっと寂しいんですけど。はい。ええ、あ、セブパシフィックの韓国セブ便は前もなかったんかな。なんか。ああフィリピン航空のセブ直行便が韓国から飛んでたんですよね。コロナ前は。私も乗ったことあります。 うん。での、たまにね、すごい安、安いプロモが出てね、あの、良かったんですよ。ええー。まあ、セブの場合は、まあ、えー、そのね、ターミナルによる違いがないというか、まあ、国際便はターミナル2やったかなうん。割と、あの、すごい、ハイソなターミナルとか、めっちゃ物価が高いターミナルで、ちょっときついんですよね、あれはあれで。 ええ。けど、その、二の焼きの空港のターミナル3はすごい楽しいんでね。ええ。ぜひ、あの、おすすめということです。ターミナル2、3から変えるっていうのが、まあ、いいと思いますね。はい。ちょっとね、えー、っと、ターミナルから、あの、どの飛行機に乗ったらいいかというのを考えてみました。ええ。うん で、えー、っと、エアー社はできる限り避けてください。もちろんね、あの、ちょっといろんなやでね、乗らないといけないことってあるのはあると思うんですけれども、まあ、できるだけ避けるようにしてください。というお話でございました。どうもご視聴ありがとうございました。